おはようございます皆さん明るくなりましたあの生きた息が溢れています息が溢れているということは皆さんの細胞の中にある消えていた遺伝子が再びつくという話です 私が健康であるということは遺伝子が健康であるという話です私の体は細胞によって構成されているのでこの細胞が健康になる時私の体が健康なのです細胞が病気にかかると私は病気にかかるのです結局細胞の状態が私の健康の状態を決定します 健康状態というのは体の健康だけでなくどういう健康までも心の健康までもその細胞の状態は結局は何の状況によって状態によって決められますか遺伝子です遺伝子の状態が正しい正常な状態にある時は細胞が正常 な状態にありますそれで遺伝子の健康が皆さんの健康に本質です遺伝子というものはいろんな種類のプログラムを言います私の体を構成している274種類の,その細胞の中には各種の特殊なプログラムが全部入力されています 皆さん、朝の食事、美味しく召し上がりましたか。食べられますか、ちょっと味が薄いですね。はい、味が薄いですね。で、今朝は少し塩気がありました。で、朝の食事をなさいましたが、皆さんの胃腸の細胞は今何していますか。 消化物質を生産しています。皆さんが夜寝る時はその胃腸細胞の中にある入力されている消化物質を生成する遺伝子は全みんな何していました消えていました。スイッチオフになっていました。それで朝起きて運動してストレッチングして水飲んで入って食事を始めますと どういう現象が起こ,るますか起こりますか本当に驚くべき現象が起こります。スイッチオフになっていた私の胃腸の細胞にあった遺伝子が消化物質を生成する物質がつくようになります。スイッチオン。皆さんそれを知りません。皆さんの意識で スイッチオンするのではありません分かってみると皆さんは全く意識しないうちにだから消化物質を生成する遺伝子はパッ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 とスイッチオンになってそして食べたくなりますその時食べたら消化がよくうまくいきます ところが、ストレッチングをして、ご飯を食べに食べに来ようとしたのに、携帯電話が鳴ります。受けてみると、気分悪くなります。気が抜けます。消化物質をこうスイッチオンしようとしていた遺伝子が、そのままスイッチオフになります。皆さんの心の心状態と遺伝子が 消えるのはとてても直結されていますこのようになっている事実を私たち医師が長い間知りませんでしただから私医師たち医者たちをはじめとしてこの世の中の全ての人たちが昔から私の心と体は分離されていると信じていました。 それでどういう現実が起こったかと言いますと医者は体を牧師は心をこういう式でその分けてしまいました皆さんそれで今皆さんが病院に行きますとどうして遺伝子が消えてしまっていたのかその消えさせたそういう心は全然聞きません 私が毎日毎日がん細胞を私の心の体の中で生成する作り出すと言いましたそれを毎日毎日毎日殺したらがんの患者になりません殺すためには私の血液の中にある T リンパ球の特別な白血球の中に入力されているそのがん細胞を殺す物質を生産する遺伝子があると言いましたそれが昨日まで よくスイッチオンになっていましたが今日からは消えて再びつかなければ再びつかなければ1ヶ月2ヶ月消えていたら癌細胞がどうなりますかその成長し始めます大きくなり始めますしかしこの消えていた遺伝子が再びスイッチオンになった瞬間からは 癌細胞は行動を中止し隠れ始めそして王政にスイッチオンになった時やがて癌細胞を殺し始めてきれいに癒すことができるということです <laughs> 気が気運が 落ちましたねこれではもう治りたいのかよく分かりません本当に皆さん治りたいですねそしたらどうしますか歓声を上げてもう気運を気をアップして かななければなりません木でやるのであって頭でするのでありません多くの人たちはこの知識で何かなると思いましたしかし皆さん本当に真理を理解すれば気が気運が上がります真理の中に何がありますかその息があるのでだから知ることは力です偽りには力がありませんだから偽り 悪いそういう話には、話がたくさんありますが、人々は、心理よりは怪談もう悪い話はよく信じます。狂牛病、韓国人は、狂牛病に、遺伝的に狂牛病にかかる可能性が大きい。それはもう偽りです。それは、狂牛病が、 全世界に全部広がって患者たちがたくさんある時下すことのできる結論です。韓国人は日本人より競技病にかかる可能性は多い。それは統計を見なければなりません。今、そういう結論を出すことができる競技病で死んだ韓国人一人もいないのにでこういうい偽りに。 偽りを聞き入ってそういう偽りをする人たちがいますががんはその伝染病だとがんがどうして伝染しますか伝染というのはある病気が入った時のことであってインフルエンザみたいにウイルスが外から中に入った時の話であって皆さんの遺伝子をが伝染すると思います 思いますかある人はリサング博士がもう行きたいけど行けないがんにかかった人たちがたくさんいる癌に伝染されてこういう偽りの変な話おかしな話に陥りやすい人は恐怖心が多いですままた逆も話せます。 恐,ろし恐れが多い人たちがまたそういう悪い話に陥りやすいです。だから、お互いにこう関係があります。そういう話をよく聞く人は恐怖心があり、また恐怖心がある人たちはその偽りによくその陥りやすいです。だから、私はそうです。 えと牛肉の協定には問題点は多いです。それは認めなければなりません。それは韓国の国民的な自尊心を、プライドをあまりにも無視した部分はあります。これは確実です。それは認めなければなりません。しかし、そういう共有心みたいなものは完全に、それはもうおかしな話です。 2つの過ちがこれぶつかって本当にこの世の中のどの国にもないようなそういう変なことが起こっているのです。皆さん、国民の健康のためにそのキャンドルの集会しますか国民の健康のために集会をしようと思ったら韓国産 ニュージーランド、アメリカ産のそれ全部食べないでニュートーしようと言ったらそれは合っている話です。粉 <laughs> は抜いて30か月は取ってそれは国民の健康を心配することですか <laughs> そして何をたばこは吸いながら話にもならない話です。 30か月以上の牛肉を食べてアメリカの供給日にかかることは数十万分の1ですか、タバコを吸って肺がんになる可能性は50対50です。そうしたら何を心配しなければなりませんかそのためにキャンドル集会をしなければならない、禁煙運動、私は禁煙しよう。そうですね それでそういう韓国の雰囲気どれほどよくなるでしょうかところがこれは完全に歪んだそういうのに偽りに陥らないでくださいもう気を引き締めてください今の時代は少しでも好きがあったらこれはもう大きくなってもう馬車を持って出る皆さん 話にもならない話です。もう赤ちゃんをその危険にさらすそれほど国民健康を心配するのであれば、うばぐ持ってこないで、入ュをすればいいのです。<laughs> さて、もうちょっと。 気になることは話さないで遺伝子がスイッチオフになるのでだからだからこの私が気分が良ければ皆さんがここでこういう講義を受けていやーこれは合ってる本当に真理だと喜び拍手をしていると消化胃腸の細胞が遺伝子が全部スイッチオンになりますだから 消化不良になった人もここに来ると消化がうまくいき始めます。エンドルフィン、セレトニンが出なくて、憂鬱症にかかっている人たちもこの遺伝子がついて、憂出症の治療法が別にあって、消化不良の治療法が別にあって、糖尿病の治療法が別にあり、がんの治療法が別にあるのではないですないのです。すべての病気はこの遺伝子の問題が 起こったものです遺伝子の問題が起こったことは3種類の問題があるこ可能性があります。第1、昨日皆さん見られたように遺伝子たちはどういう式構造を持っていますか組み立て式構造を持っています。この組み立て式構造を持っているがゆえにこの遺伝子は解体がしやすい。再び 組み合わせることも安いで遺伝子が故障もしやすくまた再び回復するのも可能性があるということが構造上あるのが分かったので特にがんにかかった場合はその細胞の中にある遺伝子の構造上の変化がもた,もたらき,き,きていますがそれ癒しが 可能であるという結論が出るのです。いくら見ても治りたい気持ちがないようです。皆さん、こういう話をどこで聞いたことありますかこういう時はどうしますか反応をもう少し活発に。 これわざとでも反応をしてください。その時、条件反射によって、遺伝子がより早くスイッチオンになって、より早く構造上回復することができます。私がこういう小言を言わなければなりませんか皆さんのためにですが、結局、自分のために、 皆がん癌にかかるほどのどれほど努力しましたか事実がんにかかるということは普通のただことではありませんストレスを受けてもですね本当にもうひどく受けなければそれも1日2日じゃなくても続けてそれも数年を受けたらこのがんにかかりますタバコを吸っても1週間 1>, 1、2本吸ってはがんにかかりません。かかれません。どのようにですか献身的に吸わなければなりません。朝起きてから、もう吸って、また吸って、もうご飯食べて、また吸って、もう献身的にどんな努力が必要です。私に、癌に、肺がんにかかりなさいって言ったらもう、もう不可能なぐらいです。しかし、皆さん、本当に。 献身的なところがあって病気になりましたが私はそういう努力できなさそうです皆さん肝臓がん肝硬化もう普通にもうただで受けますからストレスたくさん受けても食べ物も適当に食べてももうお酒もたくさん飲んで献身的にしなければなりません このがんにかかるということ、遺伝子を変質させるということは、本当に多くの努力を必要とします。皆さんがその努力するだけの10分の1ぐらい、私がここでニュースサートでしなさいと言ったように、献身的にすれば病気治るのは問題ありません。 10分の1、十分の一はたくさんこう考えたことです。皆さん、10年したことは、皆さんが10年間、がんにかかるために努力したら、1年、それは長く定めたものです。皆さん、このボランティアの人たちと話してください。ニューサアトし始めてから、1年かかりませんでした。ある人たちは2か月、3か月で、もう多めに見て、 1>, 1年見て10分の1です。その10分の1を献身的にしなければなりません。皆さんががんにかかろうとして努力した、そのぐらいしなければなりません。朝起きてからタバコを吸ったら起きてすぐ水を飲んで瞬間瞬間その正反対のことをしなければなりません。そういうある決定的な献身が必要なのです。わかりますか だから皆さんの周囲にいる人たちが見てあ,あの人はもう治ったあのぐらいすると治らないはずがないこのように第三者たちが確信を持てるぐらいやったら十分の一もかかりませんはいところがあの人はニュースターと言ってきたと言っているけど とこ勝ったのはない、まあ、ああいうふうにしてどうして治ることができるだろうか第三者たちが見てあの人は治るあのくらいあのくらいするものだそうなるとき皆さん確実な変化が起きますところが人が見て 玄米ご飯食べようと思ったら少し恥ずかしいところみんなコーラを飲むのに私は水を飲むそういう思いではなりませんニュースタートは確実な何をもってもう度胸を持って押し進めなければなりません勇気を持って なぜ10分の1だけすればいいのでしょうか病気になるのはそれほど大変なのです。しかし、治るのはどうしてそんなに優しいですかその理由は何かといいますと、正正常常が非正常に正常の状態が非正常の状態に行くにはそれは大変ですかとても大変です。 正常を非正常の状態に行く、生かせるのは本当に大変なことです。一旦非正常になると細胞がいつもどういう状態を戻り、正常の状態をもう思うのです。それで条件さえ整ったら非正常に変質された細胞はすぐにでも正常に 戻る準備ができていますなぜならばすでに皆さんの細胞の中にはその細胞がもしかしての状態非正常の状況になることを思って正常に戻れるようなプログラムそういう遺伝子を入力されています遺伝子の中にその遺伝子がスイッチオンになれば 非正常になっていた遺伝子は再び正常に戻りますがその正常が非正常になる時はとても準備がされていないので大変です非正常が正常に戻るのはすでに準備が整えられていますだから非正常が正常に戻るには10倍ぐらいもっと 早く優しいということですさて皆さん拍手をするのもそうです周囲の人たちが見てこの人の拍手を見ると治りそうだ このぐらいしなければならないのではないでしょうか私はそういうのを、ね、講義だけ一生懸命してくださいとか、これはもう息がついてこなければなりません。知識があればそこにエネルギーがついてこなければなりません。このエネルギーその 押し通すエネルギーがなければなりません。それそれこういう人たちがいます。博士先生、先生のやらした通りに、もう8杯ぐらい水飲んで運動して、もう菜食もして、もう休息もよく取ったりしましたが、悪くなりました。そういう人たちいます。そういう人たちは運動をする時もどうしましたか？ あまた運動しなければならない。あまた本当に病気にかかって運悪く病気にかかって気があるかないかによって違うのですただ講義を受けてここに来て健康食して運動してそれで解決するのではないのです皆さんが機運を受けなければなりませんが気を 入れるためにはイ・サン・グー、リ・サン・グーのようにちょっと少しちょっと気が抜けたような応援団長がいなければなりません。このような応援団長が皆さんいますかどっかにだから少し拍手したくなくても私がこのぐらい熱を出して話すことだけを見てでもですねありがたいことで。 拍手をいや皆さんだから最近テレビの広告に出ています私が皆さんに治るのを考えてそのテレビ広告を に出られません私に出なさいと言った広告がありました。この間それで私は私が広告に出たらそれがどういう商品である その売る広告には出ないで私が出るのであるならば健康には健康の生活が必要です生活習慣が変わらなければなりませんそういう言葉だけ話しなさいと言ったら出ると言いましたそれでそこでもとても悩んで仕方なくできません それでしませんでした。もう浄水器とかそういうのたくさんあります。ところが私はどうしてそういう広告に出ませんかどうして出ませんか私は毎日行って浄水器はこれが最高だ。そしてそれから寄生服はこれが一番いい。私に寄生服を着て やっぱりパークランドが最高だもちろんパークランドが私に要請した話ではありませんがそういう会社がありますそういうふうになると皆さん,皆さんの,その部屋にいてもう子どもの赤ちゃん用の牛乳はどれがいいってアロエがどうのこのと言ったらあの人はお金 稼ぐのがとても忙しいそういう印象を与えるのではないでしょうか。そうして同時に何が落ち始めますか。信頼が落ち始めます。わかりますか。なぜならば皆さんが私がどれほど一生懸命講義をしても皆さんがそこに座っていて、えー、あの人の話信じれない。 もう嘘ばっかりついているといったら皆さんの遺伝子はスイッチオンになるはずのその遺伝子がつきませんそれほど信頼というのはその遺伝子をスイッチオンする基本になるのでありますだから私はこれだけを話します広告一件出,出ると私みたいなクラスは 最高で有名な人なので5億以上1件5億以上くれるそうです。これ10件ぐらいは 10, 10ぐらいはできましたサル88年度から20年間10件やったらお金いくらですか50億です。から皆さんのみんなの家に50億損しました。 ところが50億が問題ではなく皆さんがここで本当に私がお話しする言葉を確実に信頼し私が私はその皆さんの信頼が確実になって一生懸命なさり病院では3か月、6か月だと言いましたがもし皆さんが6か月後に ハの判決を受けたならばそれ50億以上ですねより一層価値があるものではないでしょうかだから聖書はこのように言っているのですあなた方の宝をどこに積みなさい天に積みなさい私が外ににてよ億ー億もらって銀行に 積んででおくこともできますしかしそれいくら積んでいても50億しかなりませんしかしこの世に積む天に積む宝はそれはもう言葉に表現することのできないほどのものです後で私の宝たくさん分け与えますから天国までついていきましょう 今、少しここにもう1000億のものがたくさんいます。もうボランティアの人たちも天に宝を積むのです。この地ではもう価値を定めることのできない預金をしている人です。私が私は。 中古のカーニバルに乗っていますがそれでそうなのですだから皆さんこの信頼という言葉がとても大事です信頼それで皆さんこの信頼が落ちて相手を疑うようになったら何が落ち始めますか息が落ち始めますお互いに信頼するときこのその息が 私はあの人が信じれるそうなるとき皆さんには力が出ます息が湧き出るのでありますそれで皆さん周囲の人たちが見るときあ,あの人はもう本当にすごいあの人を入郷と言ってきても私でもあの人でも全然変わらない そういうやり方でした、してはいけません。そういうやり方でしも、ちょっともうす、すごい方法です、しようと思ったら、恥ずかしいの、を捨てなきゃいけません、その恥ずかし、い心が皆さんを殺しています。恥ずかし、いことでも、手もちゃんとできません。なぜならば、この、その恥ずかしいと思う心これは皆さん 人が人の中にある2人の人がいます。皆さん1人ではありません。1つではありません。皆さんの中に講義皆さんが講義を受けていますと、拍手を活発にしたい心もありますが、また拍手をしなさいと言ったらできません。それほどその2人の人が葛藤しています。もう 拍手しようと思ったらここでは拍手、拍手しなければならない。リサングの話、先生の話はあってる。しまた、しようと思ったら隣にいる人が何がそうですね。正反対の私が私のうちに存在しています。2人の私が。 それを皆さんが知らなければなりません。見てください。私の友達が久しぶりに会いました。この人、タバコを吸いながら。私、あなたはタバコの味知らないだろう。私は知らない。ごめん、タバコの味も知らないで生きているのかタバコの味がどれほどいいかわかるか 私は食べこなければ生きられないタバコ吸いましたそしてそれからで咳をするのですそれでなんと言いますかタバコをやめなければやられない誰でもが誰もが人の中には2人の人がお互いに葛藤して戦いながら生きています それで人は周囲の人たちがストレスをくれなくてもストレスを受ける存在です。皆さん、そばで全然触らなくてもストレスがあります。どうしてですか ?2 人の人が相反する2人の人がこの中に存在しているが故にそうなのです。わかりますかだから、 私を健康に命的に導こうとする、引っ張っていくこうとする私と私をだんだん破壊しようとする、破壊的な私がいます。言い換えますと命的な自我があり、死亡死的な自我があります。2人の2人とも私です。わかりますか タバコなしでどうやって生きれるかタバコなし本当にいいこれ、真心ですか偽りですか真心です。真心から。そのせしながら、あ、タバコ早くやめなければならないのに、それ真心ですか、真心ですか真心です。二人とも、二つとも真実ですが、二つの真心です。 真心と一致しなければなりませんが相反する自分が共存することはできませんいくら真心であっても両方が人片方は偽りですそうであるならば皆さんどの真心が本物でどれが偽りなのかは何で判断何を基準にして分けることはできますか 命的な真心が本物ですか死的なものが本物ですか命的なものです。私を殺そうとしているのは偽りです。いくら真心であってもこれは偽りです。拍手をしよう、歓声を上げよう。そして生き、かつらつにそのやろう その方の話を合ってるしかしうわーっと完成しようと思ったらちょっと恥ずかしい分かりますか皆さんストレスはどっちが受けますか命的な自我が受けますかストレスを与えますか死的な自我がストレスを与えます。 その死的な自我、皆さんの中にある死的な自我がそれが皆さんの遺伝子を死的に変質させたのです。いなち的な自我が死的な自我に押されたのであります。わかりますかさて。 すべての人が本当にこの入札式に健康食をしたいと思っています。すべての人たちが清い空気を吸いたいです。すべての人たちが運動を規則的にしたいです。みんなそうです。しかし、しようと思ったらやりたくありません。やりたい がががいいいててままたたししくないやつが2人が共存していますこの世の中に大半の人たちは正しいことをしたくない私的なその自我に占領されています。そのように占領されていると遺伝子は私的に変質されるしかありません。この入鎖とは何かと言いますとこの 皆さんが押されていた皆さんの中にある命的な自我を再び回復して私的な自我をもう押して昇利する新しい生活をニューサートと言いますはい皆さんどうして今現在現代の医学漢方医学もこの世の中にこの ありえあふれた治療法がどうして効果がないのでしょうか皆さん、ここに来られる前にたくさんのことをしてまた食べられたと思います。お金たくさん使ったはずです。なん、ね、とかキノコとかノにも食べもう,もう白いヘビも食べたりそれもいくら、うん、飲んでも食べても命的な自我を。 自我と死の自我の戦いがあるかないかも知らないでそれだけ食べていましたそれで病気を起こした死的な自我は何の制裁を受けないこの病気を起こした死の自我は何をジュースを飲む1億ウォンの もう山の高麗人参を食べた、なんかそういう死の自我は好きです、それ食べなさい、飲みなさい、しかし私は抑えるな、ニュースターとは、皆さんのいな命的な自我を勝利させる、本当に命のプログラムです、わかりますか 私の心の中にも、私の心の中に、体の中に、命と死の戦いがあります。その戦いの中で病気にかかったのです、皆さん。遺伝子が死の方向に向いてしまったのです。昔には糖尿とか高血圧とか、動脈硬化とか、肥満とか、がんとか、そういういろんな病気 成人,病そういう成人病と呼びました成人病という言葉の意味はその病気の原因がどこにある年にあるということです少なくとも50ぐらいにならないとその年を取ったら老化現象の一つとしてこういう病気にかかると思いましたなぜですかそその当時ははうういう病気は 遺伝子の変質によって起こったと知りませんでしたしかし最近皆さんご存知のように人間ゲノムプロジェクトが完成されました人間ゲノムゲノムという,ゲノムという何でしょうかゲノムゲノムですがゲノムは遺伝子です 遺伝子研究プログラム人間ゲノムプロジェクトという言葉がありますがこの遺伝子研究プロジェクトを通して遺伝子情報というのが分かりました遺伝子情報遺伝子情報というのは何でしょうかこれ地図というふうにも言いますがこの位置を明らかにしてくれるものです 遺伝子にも一があるのかそうです。まず第一に遺伝子の塊がありますがそれがいくつですか ?23 の塊です。その遺伝子の塊を何と呼びますか昨日夕日学びました。染色体です。遺伝子の塊は染色体。23つ染色体。 染色体から少し見てみたいと思います染色体昨日見たものですねこの染色体の塊ですがこのあるその染色体の,その長さで一番長いのが一番二番三番この長さでこう配列させて例えば消化物質は 消化物質を生産する遺伝子はこの染色体のここに位置しているのか上に位置しているのか一番下に位置しているのかあるいは中ほど位置しているのかこの位置を見せるのが遺伝子地図情報といいますそれで皆さんその肥満を体重 調節遺伝子がありますが体重コントロール遺伝子が体重遺伝その調節物質を出します体重コントロール物質がよく出るほど体重は自然になります皆さんが意識的に体重をコントロールしようと思ってもこれは無駄な話です遺伝子がよくスイッチオンになっていると体重調節物質が出て体重が調節されます だから皆さん、それで皆さん、どういう病気には何番の染色体、どこに位置した遺伝子が変,え変わったのかを見せるのが遺伝子情報といいます。遺伝子情報を少し見てみたいと思います。人間遺伝子情報、1番染色体、2番染色体、1番染色体が一番 背が高い2番ちょっと3番だんだん低くなりますそして一番背の低いのが21番22番が一番小さいです23番は X と Y 染色体ですがこれは性を決め決定する染色体ですそれで男性女性は X が2つ男性は X1 つに ちょっと短い Y1 つこれ遺伝子プログラム上では男子が少しちょっと足りません男子がちょっと足りませんそれで男子が体は大きくても力はあっても女性のように平均的に長生きできません女性はいろんな面でプログラムがたくさんあります男性はその妊娠もできず もう洗濯もできないそういうプログラムです。もう本当に洗濯、本当に嫌です。で,すで、動脈硬化という病気は19番染色体のここに位置している遺伝子が消えた動脈硬化になります。病気にかかることは 遺伝子の構造の変質、2番目についているべき遺伝子がスイッチオフになっている。第3、スイッチオフになるべきものがスイッチオンになっている状態。そういうふうになっています。さて、さて膵臓がんは18番の染色体のここに位置しているところが変質されている。白血病は22番染色体、ここ。 乳がんはここそしてアルツハイマー病気はここ狭心症に関して話だちょっと待ってください遺伝子これは大事な話ですこれを これが分かるとき、狭心症の話をするときそれが分かります。今まで講義、狭心症はいつ話すのだろうか <laughs>、また後で出ます。それから、もう本当に必要なことです。狭心症ですね。狭心症も何によってなりますか 動脈効果によって起こるこるとです狭心症にかかること、動脈硬化があるのです。そうすると19番染色体のここの遺伝子に問題がある遺伝子のを治す方法を学ばなければなりません。わかりますか狭心症、病院に行っていくら風船にいて手術して、ステントをはめて、 やってもまた再発するのですなぜなんでしょうか死的な自我がコレステロール油たくさんあるものだけをこう欲しがるので運動しないでそして神経質になったりもうストレスを受けてそうなると動脈強硬化になってその感情動脈とか問題におけたら狭心症になる。 かかるのですだから結局みんな同じです。遺伝子を早く正常に回復させなければなりません。遺伝子が1が違うだけであって、1だけ違うだけであって、遺伝子に問題が起こったことは全ての病気に共通しているのです。それでは、この生命的な入力されている遺伝子をスイッチオフしたやつは誰ですか 私的な自我です。私的な自我。それで、今これから、今日から皆さんのうちで、この命的な私、私的な私、命的な私が本当の私です。だから、本当に私、誠に私、本当に私。 韓国に世界的な思想家、タサン・ユうようも先生がいます。ハムサ君という方、ハンサムンの教師です。田さん、ゆうようんも先生が、チャムナと呼びました。そしてから、いつわりの私。 いつりの私を私を殺そうとする私でない私です。分かりますかだからこの私でない私が本当の私と続けて戦ってそして40代ぐらいになりますともう偽りの私がもう勝つのです。お酒も飲み放題飲んでもう食べ物を全部すでに。 テレビも本でも全部健康でないと言っている全部聞いて知っていながらもうにもかかわらずおいしいから食べるこの世にいて偽りの私に完全に征服されてその偽りの私が私の遺伝子を視的に変質させたのが病気ですがこの病気の種類がそれぞれ違う理由は その変質されている遺伝子の位置が違うだけの話です。だからその動脈硬化での狭心症でも糖尿病でもそれが膵臓がんでも骨肉腫でも脳腫瘍でもどういう病気でも結局は遺伝子の情報の中で変質されていた遺伝子の 位置が違うだけの話ですその遺伝子の変質は結局は偽りの私が作り出した変質であるということです。だから偽りの私と本当の私が戦いがありますが本当の私を私のようにらしく旺盛に本物の私が 生き返らせないように偽りの自我が働かせるのが恥ずかしいことです偽りの私は本当の私を恥ずかしいと思わせるのですそ,れそして私が少しでも命的なこと正しいことを試みたら偽りの私が何そんな と偽りのの私が言うのですだから特に韓国人は周囲の人たちが見てですねそういう見る目にあまりにも敏感です日本人もそうだと思いますがだからストレスをよりたくさん受けるのです皆さんアメリカに行ってみてください自分の周囲の人たちが 何かこう見たりしたりすると相手がこうストレスを受けたりする国は私が行ってみますとグリースがそうですグリースイタリアも少しそのようでグリースがそのようですでアメリカしかしドイツとかは第一周囲の人たちを見て もう、ののたり、なんか悪口言ったり、そういうことはしません。あんまりそういうふうにしません。なぜでしょうか。韓国人は人がしている、ヘアステールもう悪いとか、私はあんまりにも悪いこと人の悪いことをところみます。この人は自分が捨ててカットをこのようにした。 のに私が干渉することではないという思想が私には足りません。それで、そうであるほど私はストレスを受けます。それは皆さん、どこで決めなければ決まるのでしょうかそれは相手に対する、相手の選択に対して自由を与える、そういう寛容心が足りない。 相手が私の思う通りにしなければならない。私たちはこう言います。私は私はあなたをあまりにも愛している。あなたは私のものだ。だからあなたは私がやらせる方向にしなければならない。で、韓国人は何ともありません。アメリカでは愛するほど私はあなたをあまりにも愛しているが故に、 あなたがするすべての選択に対して自由を与えるどれが正しいですかアメリカ人たちのやっていることは聖書的ですなぜでしょうか神様は私人間に選択の自由を許しているのでどれほど悪いことをするものであっても神様はあなたがそれを選択したならば それでも忍耐してくださいます。神様が人間に選択の自由を与えてくれたさらなかったら、ヒトラみたいなのが現れる可能性があるとしたら、神様はすぐ殺したでしょう。ヒトラーは自分の選択をそれほどして、結局はこれも誰の選択です。自分の選択。神様は。 強制的になされないので神様は愛であるがゆえに愛は強制はあってはならないことです私は特に韓国人は子供たちを愛して子供を強制すると思いますそして本当に悲しいことがよく起こりますニュースターと ホームページテレビで放送でこう出てもう40しかならない娘が乳がんにかかりましたところがこの娘はテレビを見てホームページに入ってインターネットに入って読んで講義を受けてみるとああ入札をすれば私は治れるこうしていますかお父さんが何と言っていますか それそういうのいらないことしないで早く行って抗がん治療して放射線治療を受けなさいこうして皆さん私が受けない治療を受けてまず効果がありません受けたくないのに受けたくないならばいくらいいものでも効果がありませんもう一回もう受けたくなるのであなたが入札をするならばらあなたと私は 関係をたとう切ろ、あまりにも強制的です、私たちは。わかりますか愛は強制しません。愛は自由です。皆さん、神様は私をそのように愛しているがゆに、この世がこのようにもうめちゃくちゃです。しかし、多くの人たちは、皆さんが愛するものに強制するように、 神様を,私たちを愛するならば強制しなければならないと思い、そういうもの世がめちゃくちゃなのを見ると神様はないようだと言います。どれほどおかしな話でしょうかそれは神様が強制なさる神様はおられません。わかりますか 私に何を与える神様選択の自由を与える神様がおられるのでこの世がこの世にめちゃくちゃですしかし神様はじゃあどうして神様は力ありますかこの世にめちゃくちゃでもどうですか忍耐しているから待っているのでそれが強い ところです髪が強いというところはそこにあります。もう少しも悪いことしたらそれでも怒ってパッパッと殺したらその強いですか忍耐力の弱い方です。もう受け入れる力、もう理解力がない人です。それは強い神ではありません。皆さん強い弱いに概念が違うのです。 だから皆さん、偽りの私、死の私は死の私を押すために何を武器に使いますか恥ずかしさ。その恥ずかしさと皆さんが戦うのは、押されている命の私を生き返らせるものです、ことです。 恥ずかしさというのは皆さんとても力がありますだから多くの人たちが恥ずかしさのゆえにすべきことをできませんが後で分かってみるとこの恥ずかしさほど弱いものもありませんこの恥ずかしさをこう押したらまたその入ってしまうのがこの恥ずかしさです で、おととい夜、カナダから戻ってきました。1週間前にカナダに行って、もう飛行機をその3回乗りました。プサンから、タイカン空港に、キンポに行って、キンポからバスに乗って、インチョンに行って、インチョンから飛行機に乗って、バンクーバーに行って、バンクーバーから飛行機に乗って、リザイナーに行って、リザイナーから、また、 3時間車に乗って3時間行きました、本当に長い道のりでした。プサンからヘウンデからキメ空港まで1時間だから、たくさん乗りました。車2回乗って、飛行機3回乗って。 それで行きました。それで一週間の間カナダの人たちに講義をして、そしてまたそれを逆に回って行きました。今回はそれで車に乗ってサンデザインってデザインから。 一晩になってまた夜明けを起きて飛行機に乗ってバンクーバーに行ってバンクーバーからまた飛行機に乗って東京に来て東京から飛行機に乗ってインチョンに来てインチョンからまた車に乗ってここに来ました普通の人だったらこう力が抜けて疲れてしかし生き生きとしてますね 何のゆえですか生きだから夜明けに来て今日ジョギングしてストレッチングして全部してきたのですもう生き生きとしていますああボケしてああありません人がどのようにこの世になることができるでしょうか 私も驚きます。皆さんまた1週間終えたら火曜日終わりますね。12時に終わったらまたインチョン空港行ってまたアメリカ行かなければなりません。わかりますかそれでも大丈夫です。この息、いつもところで。 このカナダから来るとき、バンクーバーから東京まで来るとき、10時間ぐらいかかります。ところで、この飛行機は体操するところがありません。ストレッチングをしなければならないのに。私はタイコン空港を使っているので、ボインです。これはエアバスなので、 少し新型ですが、母音は少しドアを閉めたりなんかするところを言うと空間が大きいです。これもできこ、こういうのもできて、もうこうやってもうあれこれできます。空間があるので。しかし、できる場所がありません。通路しかありません。 通路でしようと思ったら少し恥ずかしいです。人々がこう通り過ぎるです。乗務員行ったり来たりしますし、それではもうトイレが両方にありますが、通路が。そ,でそこに行って こうやったりこうやったり人々がこう見ます恥ずかしいですか恥ずかしくないですか恥ずかしいです恥ずかしい時どうしますか見る人たちがいますでだいたいこう寝ている人たちもいますか見ている人たちもいます必ずそしたらその人の心の中にあのやつ何やっているのか そしたらどうしなければなりませんか挨拶してあげてるの。こんにちは。そしたらすぐもう入ってしまいます。<laughs> どうして見るのかどうして見るのかどうして私見るのかとか言ったらいけません。何を見るのかとかあ。こんにちは。そしたら。 へっこみます。これ以上見ません。自,自分がもっと恥ずかしいですで。私は一生懸命します。その飛行機の中に乗っている人たちが350人ぐらいですが、一人でも一人たりとも体操しません。皆さんこういういい式でで健康でありたいと思う 思うならこれ例外ですね例外的に考えて例外的に生きなければなりません。皆さんががんにかかった方々、圧倒的に多いですが、皆さんなんか再発したりなんか大変な状態じゃないですか。でまた広がったりもう再発したら治る、感知するということは病院では話しません。もうそうしたら私はそれは統計的に もう広がって再発、統計的には治りません。病院では何と言いますか治療を受けたら寿命を6ヶ月ぐらい伸ばすこと可能性50%、20%を伸ばすのは20%可能で治らないと言いながら。 皆さん、ここではどうなります何と言いますか病院では皆さんの状況は治らないという,もうすでに決定して話します。しかし、ここでは遺伝子は回復することができるので感知することができるこれは例外的な現象を言っているのですはい。 例外的になる,なるためには皆さん自身が例外に考え例外的に生きなければなりませんそうならば例外的になります本当にこの私が幼い時からどれほど弱かったか知りません体が病気は私はアメリカに行って 医者になった時アメリカであその医者となった時私の体に病気が12、13ぐらいありました、そしてその病気、一番大きいのは気管支喘息そして神経性、大腸炎、毎日も下痢したり、また便秘になったり、もうこういう、また、あ、胃炎とか胃腸の病院とか。 いい海洋でも逆流性食道炎とも水虫で「G」で「に」水虫に「G」とか言ってるどうして恥ずかしいもう話だけでも恥ずかしいおかしいですその恥ずかしさが私は完全に支配していましたそれで皆さん私が皆さん恥ずかしいので 感性を上げられない、もう拍手をもう大きくできない、それを少しちょっと押し通してみてくださいそれ。それは偽善ではありません。皆さん、偽りの私がするなという方向に行くのが偽善です。命的な私がしなさいというのをするのは偽りの自我が するなというのを命的に押し通すのは偽善から逃れることです。皆さん、わかりますかだから皆さん、力を出さなければなりません。それで、それでイエス・キリストは何と言っていますかあなた方、子供のように、幼子のようにならなければ、命的な私に、 もう本当に無邪気な私もう恥ずかしがらないしかし韓国の人たちはもう子供の時から恥ずかしいのを学んでそれほどもう悪口を言ったりしますそういう文化そういうキャンドルの集会をそのようにすればいいのではないかと思いますもう人の悪いところを言わないようにこの社会でもう悪口 ところを言う人は悪いことを言わないで生活しましょうというそういうデモンストレーションしたらどれほどいいでしょうかそしたらこの社会はどれほど明るくなることでしょうかもうキャンドルが暗闇に明るくなるように私たちの心の中に明るくするようにキャンドルのデモンストレーションをしましょう皆さん 30か月の最強儀協定をしない協牛病の話です牛肉の輸入の話ですそれをまた神父さんが来てそのこの世の中がどのようにこうなっていくのか分かりますお坊さんもねだからこの韓国の周りのっているのを見ると 何がどういう方向にいっているのかもうめちゃくちゃです。とにかく誰でかその大統領をするの本当に大変です。さて私が大統領でもああ、これはもう大統領もう大変だと言ったでしょうだから皆さんこの恥ずかしさとの戦い これを皆さんが確実にこれから始めなければなりません。分かりますか皆さん、多くの場合、この恥ずかしさに勝てず、で私はそういうのを、私がこれを悟りました。ああ、これと戦わなければ、私は例外となることができない。 それでショッピングセンターでも空港でも例えば東京からインチョンに来ました。で、その荷物が出るのを待ちました。ただ、じーっと立っていたらよくありません。その時ストレッチングしなければなりません。朝、ストレッチングとても大事です。で、もう,もう荷物が出るのを待って、ストレッチングします。 本当にもう気持ちいいです。で、見る人たちがいます。あ,あこん、見る人、そら、こんにちは。もう見ません、二度と。そしたら、多くの人たちが、そうだ、私もああいうふうにしなければならないのに、そう思うことが可能です。あの人は健康だ。 それで10時間ぐらい飛行機に乗っても,もう顔色があんまり変わりません健康の肌色がそのままですだから皆さんその13ぐらいの病気いくらもうたくさんもう字もうであっても便秘であっても私が治すことができません内科医者でも どのようにそれを治すことができるのでしょうかやがてニュースターとしながらその病気全部治りました医者としては治すことができませんでした医者としてはそういう病気がある時その症状だけを弱くすることができるだけであって私が医者じゃないですか 私の病気を一つも治すことはできませんでした。機関子喘息一番苦しかったです。本見てください、教科書。治らないとなっています。ところが、皆さん、機関子喘息にかかる理由も T リンパ球の遺伝子が消えたからです。スイッチオフになったから T リンパ球が抵抗力が一番大事な抵抗力を 担うその赤血球が抵抗力が弱くなります。抵抗力が弱くなると、とても過敏敏感な体質になります。それでアレルギーが出るのです。ところが息を受け始め、そうなると、遺伝子が T リンパ球が遺伝子がスイッチオンになって抵抗力が 強くなってアレルギーがなくなりましただから多くの病気は治る原則は病気の種類がいくら違っていても同じであるということですだから皆さん恥ずかしさと戦ってくださいある人たちは5回の ビラそのアパートに住んでいましたそのもうその消防署から網を張って飛び降りなさいパンツしか着てないので飛び降りられないパンツ恥ずかしいからですか恥ずかしいです ところが飛び降りりななければどうなりますかもう死ぬだけでいいですが、問題はパンツも燃えるのです。<laughs> それでパンツも燃えますと言ったらその時飛び降りた。 皆さん、後ろに退くことはできません。恥ずかしさのゆえに。皆さん、恥ずかしくても、もう、飛び降りなければなりません。その飛び降りるということは何ですか第一、歌うことです。恥ずかしいとき、心配事ごと、ことごと投げ捨て。その歌の中に、その本当にこう勇気なくしては、それ、 歌いません部屋でその心配事をと部屋で一人でこの,この何やってるのと心の中でまた言うでしょうそのものをもう踏みにじらなければなりませんその踏みにじらなければ皆さん負けますだから皆さんやってみてください心配事を投げ捨てそれで皆さん夫婦で来られた方は朝起きてすぐ起きてうて心配事を 皆さん、一人で一,一人部屋にいるときもなさってください。それを瞬間瞬間、私の中で私をあざ笑う、命的な私を抑えようとしている死の自我を毎日毎日踏みにじらから生活していかなければなりません。それ,をそれに打ち勝つとき、本当に自由を感じます。この自由を経験します。 そうでなければ毎日周囲の人たちストレスそれで皆さん恥ずかしさと戦って勝つことに恥ずかしさは本質的に弱いですもう押しそうしたらもう押し込んでしまいます恥ずかしさは皆さん決して反撃して皆さんを支配することはできませんそれを切り離したらそれで終わりですその女性 もし飛び降りることができなかったらどうなりますか飛び降りなからとがにでもそんなもうバカみたいな女性だと言うでしょ、新聞にももう上は抜いてもパンツで飛び降りたとかどのようにパンツで飛び降りたかとか記者がそういう内容を書くことはできません。だから皆さんそういうもう 良くないことを考えないでもう勇気を持って恥ずかしさと戦って必ず勝って皆さん例外的に感知される皆さんとなってほしいと思います <music> 心配ことごと投げ捨て,て歌いたいと思います 心配ことごと投げ捨てスマイルスマイルスマイルバラのように笑って世は楽しい心配は無益楽しく歌を